はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではウィザードリー実況の続きをやっていこうと思います。前回はですね、セカンドパーティーをね、前回から育ててるんですけれども、いきなりね、死者が2名出てしまうというね、結構波乱なスタートになってしまったんですけれども、ある意味ね、これが普通ですからね。ファーストパーティーがね、かなり運が良かったというかね、そういう感じですから、これがね、平常運転ということで、今回もね、頑張ってやっていきましょう。では、パーティーを組みましょう。パーティーを組むんですけれども、誰が G になったのかな？イングラムがね、G になってしまったので、このね、酒場では、とりあえずパーティーが組めませんので、とりあえずね、先に出発しましょう。で、冒険の中断ですね。で、G になってしまったイングラムを加えまして、なんかヒットポイントが減ってますね。一応止まっていきましょうか。よし。あと287ですね。それで、地下迷宮で合流ですね。ドラグノフ、デリンジャー、トンプソン、ウェブリー、マカロフと。隊列は、ちょっと変えた方がいいかな。キャンプ。ドラグノフがね、一応この隊のリーダーなので、ドラグノフ、イングラム、デリンジャー、トンプソン、ウェブリー、マカロフと。この順でやっていきましょう。できればね、今回で全員レベル3ぐらいにはね、したいなぁなんて思ってるんですが、果たしてね、うまくいくかどうかという感じがしますね。逃げまくってますね。かかってない。怪しいですね。スタナーの方が怖いかな。かかってないですね。結構ね、前回は死者が2名出てしまったせいで、戦いましょうか。割とね、金欠パーティーなんですが、お金もね、それなりに稼いでいかないとね、ちょっときついですからね。眠らないな。やばい。よし。とりあえずね、帰りましょう。帰る前に、回復すればよかったですね。ちなみに、呪文はどんな感じなんでしたっけ？カルキ、ディオス、バディオス。こんなもんでしょう。満タンにならないな。よし。ウェブリーもレベル2なんですよね。レベル2なんですが、未だにカティノしかね、覚えてないんですよね。さすがに、カティの一発だけでは戦闘にならないですね。あと219、ウェブリーがあと305、ドラグノフは、534、こんなもんか。よし、じゃあ行きましょう。いきなり戦闘。しかも襲いかかってきている。前回確かブッシュワッカーかなんかにね、やられたんですよね。いきなり食らってるな。普通に戦って勝てるかな。勝てない。やばいぞ。デリンジャーが危ない。危なかった。回復。全然回復が追いつかない。もうこれで、帰るしかないですよね。よし。じゃあ、これで、また行きましょうか。ファーストパーティーがね、レベル10なので、前衛の3人とね、この、ファーストパーティーじゃないや、セカンドパーティーのね、3人を連れて行って、マーフィーズゴーストでね、ガーッと、稼いじゃってもいいんですけれども、やっぱりこの序盤のちまちま感がね、割と楽しいので、
まあ、こんな感じでね、まあ、セカンドパーティー育ててるんですが、結構食らってるな。かかってない時は、じゃあ今度は爆弾。うん、かかってないですね。じゃあ一回ずつ回復して、で、もう一回戦って帰りましょうか。うん。こうしましょう。と思ったら、あ、いいのか。カティノは2発。結構厳しいな、序盤。ん？しかも寝つきがあんまり良くないぞ。よし。うん。これであとは、叩き切っていけば問題ないでしょう。ん？起きた。危ないぞ。よし。ふぅ。これでレベルが、うわ、ちょっとやばいぞ。ちょっとやばいぞ。あ、バブリースライム。バブリースライムならば、帰りがけに戦っちゃいましょうか。大丈夫かな？まあ、このレベルが低い時こそね、まあ、慎重に神妙にやっていかないとね、危ないんですが、結構無理しちゃってますね。レベル上がるかな？ 66、惜しい。お、上がりましたが、ヒットポイントが1アップ。まあ、こんなもんでしょう。66ですね。お、新しい呪文を覚えましたが、やはり生命力じゃない、ヒットポイントがね、たったの1ポイントですね。お、いいですね。新しい呪文を覚えて、知恵と生命力を得たと。うん。まあ、素早さは、そのうち上がるかな。お、いいですね。よくない。生命力を失ってますね。きついな。ちなみに、あと、どのくらいだ？あと1061か。厳しいですね。では、回復ですね。回復をして、また、馬小屋に泊まって、で、出発しましょうか。よし。これででも、レベル3になったのかな？レベル3ですね。あ、なかなか早い。うん。まあ、とりあえずね、寝ましょう。一応、ウェブリーも寝かせておいて、あと1200。よし、じゃあまた出発しましょう。ちなみに、マツとモンティノ。うん。まあ、モンティノを覚えたのは、まあ、割とね、いい感じなんですが、ちょっとなんか、やばい感じがしないでもないですね。ウェブリーは？レベル2の魔法なんか覚えてますが、あれ？カティノしかね、レベル1の呪文覚えてないですね。未だに針と覚えていないというね。さすが魔女っ子、ウェブリー。さすがじゃないか。全然攻撃の呪文を覚えてないですね。大丈夫かな。アンデッドコボルト、まあ、戦いましょうか。まあ、とりあえずカティノを一発撃っておいて。は全然寝つきが良くないな。これやっぱりレベルによってこう寝かせる率とかっていうのも変わってくるんですかね。全然寝ないですね。やばい。5ポイント食らってますね。誰だ？ドラグノフ。回復ですね。ディオスで回復。そして、カティノで眠らせると。1しか治らない。ちょっとセカンドパーティーの面々は、あんまり優秀ではないのかな。ディオス。よし、よし。ん？あ、5ポイント治ったですね。ふぅ。まあ、といってもね、まだレベル2とかレベル3ですからね。まあ、これからに期待しましょうか。
スタラン。怖いな。カルホは覚えてないんですよね。うん。じゃあスタラン外してみますか。お、外しましたね。さあ帰りましょう。一戦しただけで、ギリギリの戦いでしたね。もう呪文もね、すっからかんですからね。よし、じゃあ、あ、そっか、回復か。かなり食らってますね。よし。あと、食らってる人は、イングラムですね。よし。そういえば、装備品って、初期装備やってますよね。まあ、しょうがないか。あ、違う。帰りましょう。帰って、馬小屋で寝ます。ウェブリーも寝かせておかないとまずいですよね。よし。じゃあ行きましょうか。全然進めないな、前に。誰だ？人間型の生き物。まあ、これはまあ、オークかコボルドなので、ガンガンやっていきましょう。カティノン、よし。寝た。うん。これで、いけるかな。ふう。初めてなんか、ノーダメージで倒した感じがしますね。爆弾か。爆弾。まあ、とりあえず外してみますか。爆弾。お願いします。よし。ふう。気づいてない骸骨。一体ぐらいは、間引いてほしいな。無理か。特に唱える呪文もないですね。そっか、マニフォーがね、まだないんですね。なるほど。わ、やっぱり痛いな。そして寝つきが良くない。結構ギリギリの戦いが続いてますね。カティの、まあ、とりあえず一発撃っときますか。あ、倒しましたね。よしよし。まあ、とりあえずね、もうこれで帰らざるを得ないですね。まあ、この、なんていうんですかね、この序盤のちまちま感を乗り越えればね、まあ、ウィザードリーの楽しさがね、まあ、分かってくるみたいな部分はあるんですけれども、初めてね、ウィザードリーやった時はもう、死にまくりでしたからね。あと638と、786。あ、そういえば誰かレベル上がりますよね。忘れてた。お、なかなかいいですね。4ポイントアップ。うん。イングラムは？あと490。よし、お、生命力を得てヒットポイント10アップ。やりますね。ということは、マカロフも上がるのかな？あ、上がらない。そうですか。よし、じゃあ、行きましょう。まあ、相変わらずね、この小部屋ですね。戦う。できればね、イングラムが早く、悪にね、戻ってほしいんですけれども。そうそう、うまくはいかないかな。よし、これでやってみましょう。カティロ、早く。カティロ、早く。お、だいぶ寝ましたね。そう、私、ウィザードリーは、発売してからすぐにはね、買わなかったというか、まあ、買えなかったんですけれども、友達がね、ウィザードリーを買って、その中でね、パーティーを、一つだけ作らせてもらって、まあ、友達と一緒にね、やってたんですよね。まあ、持ち主のね、友達は当然、先にね、ガンガン進んでるんですけれども、まあ、私のパーティーはね、その、友達の家に行った時にしか、できなかったんでね。まあ、レベル上げとかはね、ちょっとお願いしたりはしてたんですけれども、まあ、マッピング担当とかね、探索担当とかやって、
トボラチンチでやってましたね。あと一回あるのか。うん、もう一回じゃあ戦いましょうかね。今度はじゃあ、こっちの部屋に行ってみましょうか。初めてですね。よっ。スライム。スライムといえども、カキのを打っときましょうか。あまり意味ないかな。よし。まあ、ダメージを食らわないのが一番ですからね。お、外せない。大丈夫？よし。じゃあ帰りましょう。まあ、もう一発ありますが、まあ、ここは帰った方がいいかな。そう、この繰り返しをね、うまくね、お、10アップ。この序盤の繰り返しを、この、楽しめるかどうかでね、その後のウィザードリー生活がね、変わってきますからね。もう全然先に進めないっていう風に、まあ思うか、この序盤でね、この、ちまちまと力を蓄えて、まあ先に進んでいくっていうね。まあそれが合わない方はね、多分ウィザードリーとかは、あんまりこう、面白くないってね、思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、こういうゲームだと思えばね、うん、本当にいつやっても飽きないというかね、そういう感じがしますね。あとはやっぱりこのリアルラックとかね、まあランダム性というか、そこら辺がね、また絶妙ですからね。爆弾、まあ、爆弾とかね、まあ気軽に外してましたけれども、これ食らってね、壊滅状態になることもありますからね。なんて言ってると食らいそうだ。ふう危ない。ん、やばいぞ。あ、スライムか。スライム4体なので、まあ、とりあえずカティの撃っときましょうか。遅い。遅いし寝つきが悪い。よし、これで OK でしょう。食らってますが、もう一戦ぐらいできるかな。まあ、今回、まあ、全員レベル3にしたいとか言ってましたが、割とすぐなりそうな感じはしますね。まあ、これで帰って寝て、ん？誰も寝てないな。この戦闘が終わったらまた誰かレベルが上がるかな。27じゃ上がんないかな。石弓19ポイントか。まあ下手すりゃ即死ですからね、これもね。ちょっと怖いんですが開けましょう。外せない。なかなか複雑な罠だ。よし、じゃあ帰りましょう。ん、これは大丈夫？大丈夫そうかな。ん？全員逃げてますね。ふう。では、回復をして、回復をして、また宿に泊まると。よし、こんなもんで OK でしょう。誰かレベル上がらないかな？お、上がりましたね。運の強さを失ってヒットポイントが、2ポイントアップ。うん。ちょっと、低いな。イングラムも上がりまして、お、素晴らしい。素早さを失ってしまったんですけれども、まあ、ヒットポイントがね、14伸びましたので、まあ、上出来ですね。うん。なかなかいい感じですね。と思ったらこれですよ。まあ、先ほどはね、かなり、ガーッと上がったんでね。まあ、一休みという感じでしょうか。120。惜しいな。268。1060。今20分か。まあ、もうちょいやりましょうかね。ちなみに今、あ、間違えた。レベル3と、レベル4ですね。
で、マカロフが、マカロフもまだレベル4ですね。なるほど。確か前回ね、死んじゃったメンバーとは、経験値が700ぐらいね、差があるんですけれども。まあ、誤差の範囲内ですね。700ぐらいならば。かかってない。ほんとかな。一応、爆弾かな。お、盾なんか見つけちゃいましたね。じゃあ後で、カラシニコフさんでも呼んできますか。イングラムの性格は変わらないと。まあ、このパーティーは今後ね、マーフィーズゴーストと戦う予定なので、まあ、そこでね、多分性格は変わってくれると思うんですが、まあ、それまでは、あんまり性格のことは気にしないでもいいかな。結構、倒せないな。レベル4とか3とかになったのにね、全然倒せないですね。若干食らってますが、まあ大丈夫でしょう。スライムは別にカティロン打たなくてもいいかな。デリンジャーが遅いな。デリンジャーは確か結構素早さを優先して作ったと思ったんですが、全然違いますね。生命力と力にガンガン振ってましたね。あれ？イングラムかな？そうですね。イングラムがね、結構素早さを優先して作ったんですけどね。まあ、レベルアップの時のね、この能力値の上がり下がりっていうのもね、本当に運ですからね。もうこればっかりはね、もうどうしようもないんでね。あ、カティロンが切れる。これを戦ったら帰りましょうか。よし。だんだんなんか寝るようになってきましたね。やっぱり何かあるのかな？一応爆弾。あれ？今、かかってないでしたよね。レベルによってやっぱり、この敵は眠らせることができるとか、なんかそういう隠しステータスみたいなのもありそうな感じですけどね。まあ、詳しいね、解析とか、まあ、ご存知の方はね、ご存知なんでしょうけれども。私、そういうのはね、あんまり見ないように、見ないようにというかね、あんまり見ないので、わかんないところはね、本当にわかんないんですよね。まあ、ずいぶん前にね、AC バグのことはね、まあ、ネットで見たんですけれども、まあ、その時もまあ、ああ、そうですかっていう感じでしたからね。お、新しい呪文を覚えて、信仰心、生命力を得て、ヒットポイントが18。素晴らしい。ウェブリーは、お、上がりましたが、まあ、素早さを得て、まあ、呪文もね、覚えたので、まあ、OK でしょう。ここら辺の前衛陣は、上がります？上がんないかな？上がんないですね。どうしましょうかね。あ、そうだ。さっきなんか見つけましたね、そういえば。イングラムか。めんどくさいな。じゃあ、とりあえず、トンプソンに渡しておいて、あ、そっか、パーティーを解散するしかないのかな。じゃあ、もう一戦というか、もう一周して、それで鑑定しましょうか。ん？大丈夫かな？やばいぞ。ブッシュワッカーでないことを祈る。よし、全員逃げましたね。ふぅ。爆弾。危ない。なかなか敵が出ないな。ん？あ、先生か。びっくりした。あ、とりあえずガーッと戦ってみましょう。よし。割となんか経験値今高かったですね。200ぐらいもらっちゃいましたが。
誰だったんでしょうか。違う。そういえば呪文を覚えたとか言ってましたが、見てなかったですね。誰が何を覚えたんでしょうか。呪文を見なさいよというね感じですね。一番重要なポイントですからね。ん？外せないよ。ん？大丈夫？ちょっと危ない気がするんですが。よし。読む。僧侶。マニフォーをとりあえず覚えたのかな。あと、レベル1の魔法も、これで全部でしょうかね。うん。なかなかいい感じですね。そろそろハリトぐらいは覚えてほしいんですが。いまだにハリト覚えてないウェブリー。あんまり攻撃したくないのかな。魔女っ子ですからね。まあ、とはいえね、このゲームは攻撃呪文を覚えないとね、もうどうしようもないので、早くね、何らかの攻撃呪文は覚えてほしいんですが、まあ、この呪文の、なんていうんですかね、覚える順番というかね、その順序というかね、そういうのも、ある意味ランダムですからね。まあ、そこが面白いところではあるんですが、先制してますね。じゃあこの部屋をぐるっと回ったら、まあ、とりあえずねお城に帰ってみましょうか。よしよし。骸骨変わるかな。性格は変わらない。まあ性格は変わらないのはまあ別にいいんですけれども、あのパーティーを組むのがね面倒なだけなので、まあできればね早くまあ変わってほしくはあるんですが、まあこのまま G で行ってもね、まあ問題はないかと、思いますね。もしなんだったらね、このまま G のままで行って侍になっちゃってもいいですからね。まあとりあえずじゃあ今回は回復をして終了しましょうかね。あ、誰も食らってないですね。よし、じゃあとりあえず帰りましょう。お、レベルアップをして、ヒットポイントが6アップ。まあまあですね。イングラムは次回かな。お、デリンジャー優秀ですね。生命力と素早さを得て、ヒットポイント15アップ。素晴らしい。トンプソンとウェブリーはまだ上がらないですね。惜しい。マカロフ惜しかったですね。じゃあ一旦外れてもらって、確かトンプソンが持ってましたよね。盾。じゃあカラシニコフさんに鑑定してもらいましょうか。まあ多分ね、まあ普通の盾か、まあ小型の盾だと思うんですが、まあ一応ね、戦利品ですからね。識別。まあ、カラシニコフのレベルもね、ちょっとこのパーティーでね、上げちゃおうかなと思ってるんですが。まあ、とりあえずじゃあカラシニコフの盾は、売っちゃいましょうかね。ん？トンプソンってそういえば、盾って装備できるのかな？革の鎧しかね、今持ってないんですが。盾は装備できないかな？小型の盾ならばね、確か装備できたと思うんですが。あ、盾できますね。なるほど。じゃあ盾。これで OK でしょう。あ、ついでなんで、武器をね、なんか装備させましょうか。フレイルで十分かな。よし、これで OK でしょう。じゃあ、カラシニコさん、お疲れ様でした。よし。これで、あ、全員レベル4にね、なりましたね。まあ、予定より、ちょこっとだけね、レベルが上がってますが。
まあ、順調でしたね、今回はね。はい。ということでね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。